公益社団法人日本証券アナリスト協会は、日本における証券アナリストの育成と社会的地位の向上を目指す公益社団法人。1962年10月に設立された東京証券アナリスト協会を起源とする。略称はそっち。2019年3月末現在、日本証券アナリスト協会認定アナリストは27,169名。 証券の分析や評価を行う、証券アナリストとしての技能向上を目的とした通信教育と認定試験を実施しており、一次試験と二次試験に合格し、実務経験が3年以上のものを、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、CMA として認定している。一次試験を受験するには、毎年6月翌年に1月の通信講座の受講が必要である。 通信講座は、証券分析とポートフォリオマネジメント、財務分析、経済の3科目で、任意の1科目から受講できる。通信講座の受講終了後に受験する一次試験は、4月と9月か10月の、年2回、科目別にマークシート方式で実施される。一次試験の3科目すべてに合格し、毎年8月翌年4月の通信講座の受講を終了すると、 二次試験の受験資格が得られる。二次レベルの通信講座は、証券分析とポートフォリオマネジメント、コーポレートファイナンスと、企業分析、市場と経済の分析、職業倫理、行為基準の4科目で一括受講が必要である。通信講座の受講終了後に受験する二次試験は、毎年6月に4科目総合の論述試験として実施される。また、CMA は、 国際公認投資アナリスト試験の受験資格を得る。ありがとうございます。